親は殺したのは俺なんだ。一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。 最後の決めくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ錦。錦夢か。どうしたの、怖い顔して。なんだ遥か、 どこ行ってたんだ。どうした、その花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。<笑>そうだったな。 ここからはわし一人で。しかし。<音声><音声><音声> Yeah!
大丈夫か？かすり傷ですわ。私大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていった。それでバカやらかしてね。バカ。関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所して神室町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。おい。ああ。
久しぶりだな。話がある。おお、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。お前らに恨みはねえんだ。
あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だったけど今は違う。親父が殺されてから徐々に組お前、5年前誰に喧嘩を吹っかけたんだ。近江連合直参、合流会2代目会長、
おい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さん、こっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名なヤクザ屋さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか？関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのう。もうお帰りですか？お前らといると酒がまずくなる。先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた。ああ、須藤です。
昨日の爆発、風間組の事務所は粉々に吹っ飛んだそうだが、柏木組長は無事だそうだ。そうか。道島の竜やったんや。気流が竜人、近江と東条が五分の坂。Hmm. Over, blue.
死にゃいいえ、さすがでんな。マティア・キリュウ。